マジックは、バックナンバーの6枚目のアルバム。2019年3月27日に、ユニバーサルシグマより発売された。会場の東京ドームロッキングオンの高橋智樹は、本作を、現状に抗い困惑する自分そのものを虚食なき、ロックとポップの燃料として、楽曲と歌詞へ逆流させた結晶と評し、清水よりというアーティストが己を批評し疑い、 己自身と現実に抗うことで必死に前進してきた探求者であり、僕らがバックナンバーの音楽にロックを感じ、彼らの楽曲を信頼できる理由はまさにそこにこそある、と語った。リアルサウンドの森友幸は本作をヒット曲を次々と放つポップバンドとしてのイメージ、そして生々しい思いを放ちまくるロックバンドとしてのプライドを同時に体現した。 充実作と評価した。マジックは2019年4月8日付のオリコン週間ランキングでは初動165,896枚を売り上げ週間1位にランクインした。またビルボードジャパンホットアルバムスでは CD セールスとダウンロードの2部門を制覇する形で総合チャートにて初登場1位を獲得した。続く週目も総合チャートで首位を維持。 その後も好成績を保ち、11週連続で総合チャートトップ10入りを果たした。2020年11月現在でのチャート委員会数は85週にも、上る。最新部サマーワンダーランド瞬き明るい夜に、アーティストオールドファッションロンリネスと僕の話、エキシビジョンデスマッチモノラルファンタジーハッピーバースデー。 オーブ世界へ柴田滝、シスターアーティスト青い春チェックの、ワンピースエンディングハッピーエンド夢なのであれば、半透明人間海岸通り、斉藤公園重なりクリスマスソングヒロイン、ステイウィズミーをオーブ世界もっとスーパースターになったら、ネタンデルタールビと支える人の歌高根の花子さん、B アーティスト柴田滝を、不正解オールドファッションハッピーバースデー。ありがとうございます。